シスさんのコインはテスラさん持ってるんですか？いや、僕持ってないですよ。これは、シスさんとコーリンさんと、で、その2人で最初持ってた、作って持った時にムラヤンがシスさんにお願いして、ムラヤンが持ってるので、流通してるのは今、ムラヤンのコイン1枚ですね。大膨張さんに行きましたかね。そのコインだけでしか流通してない貴重なものだと思います。ムラヤンさんは大丈夫ですか？なんか現金がだんだんなくなってきたみたいなことを言ってますからね。なのでそれで、土地とかコインとかを現金化してる感じはします。はい。まあ、ただ、ムラヤンはその、僕はムラヤンに僕が株を始めた時ってブログの時代だったんですけど、ムラヤンがずっと一番だったんですね。で、ずっとブログランキング1位で、で、僕もブログを始めた時、ムラヤンのやつをずっと見てて、で、ムラヤンさんの、オフ会みたいなところに行かせてもらって、で、チャットメンバーみたいなのに入れてもらって、ずっと、今でもそのチャットはありますし、いろんな仲間ができて、まあ当時、その当時は本当関西、まあ特に関西ですよね。まあ相場全体株クラスターっていうんですかね。その人たちの全体はもう、ムラヤン中心に動いてて、僕もすごいお世話になってるんで。なのでまあ、ムラヤンが、例えば、じゃあ本当にお金が全然なくなったってなって、ただまあ、こういうことが新しくこういうことがしたいとか、まあ、お金に困ったから何とかしてって言ったら、まあ、僕はいつでも、まあ、自分にお金がある限りはいくらでも、それが新しい事業をしたいから融資してって言われれば融資しますし、お金がないからお金くれって言われたらお金渡しますし、それはムラヤンが望んでる、た時ですよ。いらないってなったらあれですけど、望んだ時はいくらでも渡す決意というか、まあそういうのは常にあるので、なのでまあ心配してないって言ったらおかしいですけど、まあ大丈夫です。はい。まあそれだけお世話になってきたと思いますし、ムラヤンさんがいて、今、自分は勝ててるとも思ってるので、まあ、それは当然のことというか、特にいいあれでもないですけどね。はい。